こんにちは、アルファドライブの麻生です。僕が思う起業家に大切な要素3つは、顧客起点と原体験とユニークさの3つです。起業家経営者をしていると日々大変なことたくさんあると思うんですが、起業家を起業家たらしめてくれる唯一の存在は顧客だというふうに思っています。いろんな大変なことがあった時に、僕も一番やっているのはやっぱりお客様のところに行って、そのお客様に対してどうやったら価値が変えるのかという、自分の会社とお客様との接点について会話をするということをすると、心も健康になりますし、自分たちがなぜこの世界に存在しているのかということも、改めて実感できたりすると思います。ぜひいろんな大変なことあると思うんですが、お客様のところに通ってお客に対して価値を返す活動を通して、ぜひ一緒にこの世界をより良いものにしていきましょう。